どうも、ドズルです。そしてボンジュール、ボンジュールだ。そしてワッサッ、ヤピマルです。どうもです。ということで、我らドンマルブラザーズ、本日もこちらブロスターゲーム実況プレイのをやっていきたいと思います。さあ、ということで、今日はですね、ブロスターアップデートが来まして、まあいろいろな要素が追加されたんですが、私の名前もちょっとかっこよく赤にしました。あいい、俺も赤。これ色がね、がっつりいろいろ変えれるんですよ。この設定ボタンを押すとこんな感じでいろんな色の名前にできるということで、まあ一番ぶっちゃけ白がかっこいい説は僕の中であるんですけど、まあ一旦ちょっとね、まあ、新しいもん好きということで、これランキングが華やかだったんですね。あ、そうですね。ここのランキングも場所が変わったんですよね。こちらから、ランキングが見ることができて、こんな感じで。あ、これいいっすね。確かにカラフルな。なんか、日本で合わせたりとか。いいっすね。あ、日本人はこの色しようぜ。日本人この色しようぜみたいな。一色にしようぜみたいなやつももしかしたらできるかもしれませんが。まあ、名前の色が変更できるようになったということと、あともう一つね、マイナーチェンジなんですが、すごい嬉しい機能がつきました。こちら。ソーシャルボタンを押していただくと、フレンドのところに LINE の連携がついたんですよ。わー、あ、本当だ。この LINE の連携、皆さんやってますか？自分やってます。あ、ヤップくんやってる。ヤップくん僕やってる。あ、ボンさんやってない。この LINE の連携すると、 LINE の友達でブロスタでもフレンドみたいな感じで出てくるんですよ。へー、それがすごい良くて、でもう一ついいのが、こんな感じアイコンが出てくるんですよね。かわいい、かわいい、こんな感じで。だから友達のなんかこうね、キャラのアイコンと、もう一つ別に LINE のアイコンが出てくるから、なんか良くないですか？そうなんだ。あ、はい、これ LINE のアイコンなんだ。 LINE のアイコンが左にこんな感じで出てくるんですよ。これがすげえ個人的にはいいなと思って。ほら、僕もドズルっぽいでしょ。これもずっとまさにぽい、まさにぽいでしょ、ぽいでしょ。パッと見てドズルってわかるじゃん。これすげえいいなと思ったんですけど、ただよ、こちらどうですか、佐々木浩平ですか？違いますよ。違うわ、2番目だよ。ヤピマル、はいはいはい、YT のちょっとアイコンがけしからんなと。最悪です。最悪は言い過ぎじゃないですか。よくないよ。最悪は言い過ぎです。これちょっとなんか、ちょっとやっぱイラッとしちゃいます。俺は何で見せつけていくんですか、そうやって。いや、見せつけ、ヤプ君から、ヤプ君から LINE 来るたびにちょっとね、ふってなりますよね。そうそうそう。よくないですか？え、そんな言われるんですか？そんな言われるんですか？いやいや、いいよ、まあ、いいけど、いいっすよね。いいけどね、ちょっと、まあ、いいけどよ。すげえ。じゃあ、ボンさんとのツーショットに変えます。それも嫌だ、それも気持ち悪いです。このアングルで、そうです、これ1日限定で、このアングルでボンさんのと変えて。ごめんなさい、ごめんなさい、このままでいいです。このままで、本当申し訳ない。いや、1日ボンさんとヤップ君がアイコンにしましょう。同じアイコンにしましょう。こんな感じで、こんな感じで。いやいや、まあ、ちゃんとなんか加工してくれる？匂わせましょう。白くしてくれる？まあまあまあ、こんな感じで LINE 連携すると、すごいね、友達ともつながりやすくなりますし、まあ、友達のアイコンも見てね、視認性も良くなるということで、まあ、今回は皆さん LINE 連携をしてほしいんですよ。なんですが、ただやっぱりね、皆さんに LINE 連携してって頼むのも、やっぱりちょっといきなり唐突すぎるかなと。思いまして、今回プレゼント企画でプレゼントをご用意いたしました。おぉ、ありがとうございます。よし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 、そこでプレゼント企画。ここでプレゼント企画です。ボンさん、何だと思います、プレゼント？いやいや、なんかエメラルドとかでしょ、それ。あ、エメラルドとかね。ヤップくん、ヤップくん、何だと思います？スキンとかね、前だったね。まあ自分もエメラルド、エメラルドとかかな。いやいやいや、そんなありきたりなプレゼントじゃみんな動かんぞと。おぉ、すごい、はい、それ以上ある。もうこっから、これからの時代はもうオープンな時代なんで、はいはいはい、今日はなんとオープン、なんとボンジュールさんの LINE の QR コードを、おー、こちらです。ありがとうございます。ダメだ、ダメだ、これダメだって。え、何これ、今、こちらボンさんの、これもうピーとかも入ってないんで、なんなら今これ生放送中です。なんで、なんで、なんでダメだよ。ボンさんの、ね、LINE の QR コードをご用意いたしました。ダメだ、ダメだって。ダメだって。勝手に。ダメだって。生放送見てる方はお得。お得ですよ。ちょっと、はい、いいね。皆さんぜひですね、こちらから、LINE。だから、ボンさんも LINE 連携してください。そしたら、ボンさんと友達フレンドになる。それ以上になってる。それ以上なってるじゃん。え、それ以上なってんじゃん。大丈夫ですか？もうダメだって、絶対。これ絶対。え、嘘、マジで？これじゃあごめんなさい、ボンさんには黙ってやってしまいました。はい。いやいやいや、本当に、今、ダメだって、ダメ、え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 
ということで皆さんぜひですね、LINE 連携していただいてね、ボンさんと友達になっていただければなと思います。そうですね、みんなにフレンドになれる。みんなと友達ボンジュールでよろしくお願いいたします。そういうことでいいな。え、これダメでしょ、絶対。嘘でしょ、これダメでしょ。これダメだって。じゃあ消しときます、消しときます。遅いよ、遅いよ、遅い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 。はい、ということで、本日はね、ボンさんの QR コードもプレゼントさせていただいたということで。そんな、いやいや、もうプレゼント意味ないじゃん。意味ないじゃん。おもろ。てってでー。ない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 、この QR コードは偽物でした。なんなんだ、びっくりしたよ。俺、LINE 開いちゃったもん。びっくり、もうびっくり。さすがにね。さすがに。いや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 、待って、やりかね。やりかねんよ。なくはない。やりかねんもそんな。なくはない。なくはないか。あのね、はい、ギリの LINE 進めてきてるから、もう、ほんともう。もう汗かいてるもん、冬、もう春、最近寒くなって、もうや、もう、いやいや、まあ、もしかしたら、また本物もプレゼントするときも来るかもしれませんが、まあ、今日は、来ない、来るの？今日は偽物でした、ごめんなさい、皆さん。期待させちゃって、すみません。今日の動画は、いや、さすがにビビるって。ボンジュールさんの LINE アカウント勝手にプレゼント企画したら、ボンジュールさんはどんな反応するのかっていう動画なんです。いやいや、こういう反応するよ。こういう反応する。いや、誰でもそうよ。さすがに、さすがに。まあでもね、皆さん、LINE 連携をしてほしいのは本当なんで。そうっすね。ぜひ皆さん、ブロスさん LINE 連携を。ちょっと、ヤピマルくんの LINE 画像を見て、ちょっと癒されはい、行った。バナナ。はい、ということで、じゃあ残り時間、ちょっと強くなったキャラたちを使って。あれ？ミッドいないっすよ。はい、じゃあ自分やります。あ、うちやります。ヤピミッド、ヤピミッドが安定。じゃあ僕左行きます。リコイやるか、僕リコイやるか。あ、リコイ行きます。そうですね、モーティ、いや、モーティするからそれでいいと思います。あ、オッケーオッケーオッケー。で、ボンさん右で、おい、はい、レッツゴー、お願いいたします。レッツゴー、レッツゴー。なるほど、なるほど。いや、惜しかったですね、QR コード。汗出た。本物の方が面白かったかな。多分、自分のチャンネルにやるとしたら本物だったんですけど。ほんとに。いきます。お願いします。ボスさん右、ボス右と左分かる。もうだいぶダメージ受けて、手裏剣が新しくなりましたよね。そうっすよね。お、お、それはやれるやれるごめん、あ、消えるか。やれなかったけど、ポン。やばいやばいやばい、これかなりやばい。やばいやばい、イカれてる。ごめん、一旦右いますよ。左ね、消えてるかも。あ、オッケーっす。ウルトマチっす。おー、行く。ヤピマル、ナイス、オーケー、ナイス、ナイス。あ、消えてた、消えてた。え、べべべべ、ごめん。ボコされてる、ボコされてる。下っすね。下、左下。ウルトはない。ナイス。オーケーっす。ちょ、ジーンがちょっとヤピンしてくるんですよ。ジーンヤッピンしてくる。オッケー。これは美味しい。そうっす。オッケー。やれる、やれる。やりの。あ、やれない、やれない。ちょっと待って。ウルトで、あーっと、これは取って、あー、取られなかった。おら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 逃げる逃げる逃げる。ヤピンから回復。お、いいね。オッケーオッケーオッケー。ナイス、ナイス、ボンさん。オッケー、これ勝ったでしょ。ナイス、勝ったっす。ザベスの爆弾も増えましたからね。ダメージも上がって、弾数も増えるっていうチート。めっちゃ強い。そんなに4個。オッケー。めっちゃ壊してた。4個で1個ずつ100。大丈夫、壊してた。これやべ、これやべ。あぶねえ。やべ、やべ、やべ。でも突っ込んだ。おー、ボンさんも今かなり危なかった。だいぶ危なかった。だいぶ危なかった。ということで、動揺が隠しきれないボンさんがいるので、今日はちょっとこんなところで終わりときましょうか。右左も分かんない。よかった。右左も。いや、ドッキリでよかった。なんならドッキリでよかった。いや、でもやっぱね、YouTube はリアリティを求める。ね、ものだと思うんで、ちょっと、はい、そうですね、ちょっとまた次は考えますよ。いや、あのね、本当にドズル、偽物でよかったんかと、自問自答したいと思います。いや、もう、なんか久々にかけられたから。
確かに確かにちょっと忘れた久々だったかもしれない。そう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 、やめてもということでね、はい、またちょっと、はい、ブロスタの、ま、今日新機能の LINE アカウント と、名前の変更、名前の色変更について話していったんですけれども、うん、またあのキャラクターのバランス調整とかもがっつり来てるんで、まあ、そこら辺の動画もね、どんどん撮って、明日以降も、ね、動画投稿していきたいと思いますので、ぜひとも、ブロスタの動画ねチェックよろしくお願いいたしま す, お願いします。さらに今日ゲストに来ていただいたヤピバルさんの、チャンネルリンク下の概要欄に貼っております、はい、ヤピさんのね毎日ブロスタの動画上がっておりますので、ぜひともそちらも、チェックよろしくお願いいたしま す, しますということで、はい、ヤピさんの動画にね、はい、あの LINE のね出てくるんでしょ。ヤピマーちゃんとか言ってなんかカップルチャンネルやってるじゃないですか。もう、はいはい、なんですか、カップルチャンネルするんですか。どうガッツリはしないです、ガッツリはしない。最近キヨキヨさんもね、はい、マミーモンさんカップルチャンネル狙って、ヤピマーちゃんもカップルチャンネルで、なんで我々ドズボン。まあ 僕たちは僕たちらしくなんでってことはない、はい、頑張りたいと思います、はい、ということで、あ、今日のこの動画はちなみにカップルチャンネル意識したボンさんのサムネがついてると思います。えということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。